名古屋に着きました。今名古屋に着いて特急シナノに乗り換えるところです。15番線から次10番線に乗ります。特急シナノは多分志賀高原に行った時ぶりか、初めて。前に長野に行ったのがすごい前なので何で行ったか思い出せなくてでも名古屋から特急で行ったので久しぶりです。それでは今から10番線の特急シナノに乗ります。ワクワク。サンガカラーできました。これ乗った気がする。志賀高原行った時も信濃で行ったのかな。何回か電車乗り継いでね、山の方に行ったんですけど、これかも。私どこだろう。名古屋4号車。さっきまで山と川しかなかったのに、いきなりちゃんとした駅があって都会や。どこに行ったらいいのかな。とりあえずホテルに向かって荷物を置きたいと思います。ちょっと寒すぎてびっくりしてます。京都で最も寒い時ぐらいの格好できたんですけど、全然寒い。イオンモール松本に来ました。なんか松本城をイメージ出そうなカラーリングで、すごいかっこいいです。行ってきます。今イオンを出て歩いてるんですけど、結局イオンモール松本で3時間ぐらい過ごしました。なんかあったかかったから外が寒いこと忘れてて、夜になったらまたさらに寒くなってて驚いてます。
すごい。なんかもうゲレンデの服着たい。そう、さっきゲレンデに履いていくような靴下を探してたんです。一着買いました。はあ、息が白い。ホテルに着きました。チェックインしました。すごい暗いけど広くてリラックスしてます。一人で寝るんですけど、デラックスツインルームみたいなところで大きなベッドが2個あります。で、今日は私普段ズボンを履かないんですけど、寒いかなと思って履いてきたズボンですらもう寒すぎて、ズボンの中でももっと分厚いズボンを履かなあかんねんなって思うぐらい寒くて、あと靴下も京都で履いてる靴下でめちゃくちゃ寒かったです。なので本当は松本城に行ったりとか松本美術館に行ったりしたいなと思ってたんですけど、そんなんじゃ全然ダメだと思って、まず今日はイオンモールに行っていろいろあったかグッズを探しに行きました。基本的にホテルで使う歯ブラシとか入浴剤とかは現地調達派なので、コンビニがねとかスーパーが近くにあるって分かってる街に旅するときはあんまり家から荷物を持ってかないタイプなんですよ。だから今回も現地調達してイオンでお買い物したので、ちょっと購入品紹介みたいなものをやってみたいと思います。はい、まず暗闇ですけど、まずイオンで靴下買いました。これチュチュアンナっていうよくある靴下屋さんも地元にもあるようなお店なんですけど、はい、靴下このねめっちゃ分厚くてモコモコのやつ。長野についてまず靴下が日常用じゃなくてゲレンデ用買わなあかんっていうぐらい寒かったので、もうゲレンデやったらもっと寒いと思います。でもゲレンデに履いていくような分厚いモコモコソックス買いました。明日履きたいと思います。で、あと明日のねもうサンガの試合が極寒の中外で観戦するので、2時間とかもうちょっとやばいと思って、とりあえずもうこんな大きなねもの買っちゃいました。もう荷物増やしたくないんやけど絶対寒いから。はい、これ座布団です。モコモコの座布団、グローバルワークってとこイオンに入ってました。多分地元のイオンにもありそうなお店なんですけど、ありがたいこういうの売ってくれてました。はい、座布団買っちゃいました。あとはですね、そのグローバルワークで座布団を買ったらさ、座布団を入るエコバッグはさすがに持ってなかったから袋どうしようかなと思ったけど、せっかく観光に来てなんかイオンのスーパーとかそのグローバルワークとかのなんか紙袋とか持つのも大変かなと思ってちょっと見栄えとか持ったから、はい、エコバッグこれグローバルワークで買いました。1000円ぐらいだった。でも結構使えそう、これ使いたいと思います。あとね、いろいろ買った、あ、ズボン買いました。
もうズボンはね、日常的に履かないので、もう今回特殊やったんですけど、それでも私が持ってるズボンで寒かったので、明日用に冬物のズボンを買いました。めっちゃ暗いな。これでも寒いと思うから、カイロとか貼り付けたいと思います。あとはね、現地調達品ですね。今回に限ってじゃなくて、どこでも買うようなやつなんですけど、はい、入浴剤、こういうの使ってます。めっちゃ寒かったからね、もう特にもう汗かかせてくれそうなぐらい暑そうな入浴剤と、はい、まあ、こういうのどこでもありますね。コンタクトの液とケース、はい、歯ブラシ、私いつもこのブランドの使ってます。歯ブラシセットと、あとパックですね。もうマスクあるから、なんかメイクもね、どうなっても結局マスクやって感じなんですけど、気分を上げるためにせっかくからメディヒールかな、はい、買いました。あとはですね、あ、こういうものも結構現地で買います。充電器、今撮っているカメラの充電の線、タイプ C の充電器。あとはですね、こういうやつ、スマートフォンを充電する線だと思います。買いました。こういうのもないと困るし、旅ではね、この 2m っていうのが助かりますね。あ、このホテルは近くにありました、線が。だからいつものやつでも全然良かったけど、じゃあ家帰って使いたいと思います。たまにホテルに泊まったらさ、充電するところから自分が滞在するなんかソファーとか滞在する椅子とかベッドから遠い、コンセントが遠かったりするから、こういうの必要やなと思った。もう今日はいらんかったかな。はい、最後、はい、もしかしたらもう動画で出てるかもしれないけど、はい、長野県の地元の人にリンゴもらいました。お酒を飲んでたらリンゴくれました。池田さん、ありがとう見てるかな。めっちゃみんな優しくてね、今日で長野県のお友達というか、名前も知らんねんけど、知り合いと言えるであろう、まあ、一緒に飲んでお話をねした人たちだから、計30人ぐらいはできたんじゃないかなと思います。一気にたくさんの人とおしゃべりするっていうのはコロナからなかったんですけど、結構ね、もうみんながいろんな人をね、どんどん地元の人とかお店の人とか紹介してくれるから、30人ぐらいとは喋ったと思います。長野のいい思い出、これね、甘くて美味しいらしいので、お家帰って食べたいと思います。それではね、明日がこの旅の本番みたいな感じですね。今日は前乗りしただけの日なので、明日応援しに来たサンガの応援頑張りたいと思います。ではおやすみなさーい。